D ラボ会員になりたての38歳女性です。自分がナルシストの要素があるように思いますが、どの動画を見れば改善できますか？ナルシストって改善するの損じゃないですか？どのレベルかによりますね。ナルシストも、普通のナルシストだったら、まだ努力が伴うというか、自分がすごいを実現するために頑張るナルシストっているんですよ。見栄を張るというか。これは行き過ぎると、自己愛型人間っていうのに変わってって、こうすると、自分がすごいってことを認めさせることに努力をしちゃうみたいな。頑張るんじゃなくて。すごいって言って、すごいって言って、ってストーカーみたいになっちゃうみたいな。だから多分そこまで行くんだったら、改善の余地はあると思うんですが、ただですね、こうナルシストの対策に関してはディアログで扱ったことあるんですけど、ナルシストをどうするかじゃなくて、ナルシストが現れたらどうするかっていう。で、実はこの一定以上のナルシストの場合は、全ての科学者が同意するおすすめする第1位の対策っていうのが逃げるっていう。すいません、僕今横にナルシストがいるんですけど、ちょっと待ってナルシストじゃないわ。ナルシストでしょ。ナルシスト、これね一番いい聞き方で、ナルシストを判別するテストっていっぱいあったんですけど、大事件が起きて「あなたはナルシストですか?」ってどれぐらい当てはまるかを10点満点答えてくださいみたいな超シンプルな質問で、実はナルシストかどうかすらかなり測れるっていう。なぜかというと、ナルシストは自分はナルシストってことに対して何とも思わないんで、言われても「いや違いますよ」って言わないんですよ。ああ、まあそうかなみたいな。そうかなとか、そういうところあるかもねとか、だからなんか問題あるのみたいなそういう人が多くなって、だからそういう意味で言うと、僕は一応言われたら「いや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 、まあそんなナルシストじゃないですよ」っていう。でも自分好きでしょ。今は好きなんですけど、昔めっちゃ嫌いだったのがやっぱ残ってていじめる子だったんで、だからそれはずっと引きずってるなと思うので、本当に好きな人は多分それないんですよ。ああ、でも過去の嫌だった自分を自分の努力で切り替えて、今の自分が大好きだから。そうですね。だから自分が好きなのは自分じゃなくて、自分がやったことなんですよね。自分やったこと、やってること好きだけど、自分自体はそんな好きじゃないかなっていう。やったのは自分だから、やっぱ自分好きなんだよ。いや絶対そう言うと思った絶対今ね僕途中まで喋ってた、この文脈はひろゆきさんに途中で釣られる文脈だからやばい、切り替えないと思ったんだけど間に合いませんでした、すいません。まだ38歳女性でナルシストの要素があるって自分で認められるってことは、ナルシストじゃないです、そんなに。あとある程度能力あると思うんで、どちらかっていうとナルシストな自分が認められないというか、ナルシストだって言われて怖いとか、だから改善しないとと思ってる時に対してナルシストじゃないんで、多分必要なのはナルシスト改善じゃなくて、周りにナルシストって思われないぐらいの実力をつけることですね。確かにナルシスト直したいと思ってる時点で、ガチナルシストじゃないですね。割と社会とのちゃんとバランスが取れてるっていう。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。